大阪大学の、白井と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まあ、今から、情報をデザインすることの意義、デザインするための一連の進め方ということで、大阪大学サイバーメディアセンターの白井が、お話しさせていただきます。先生方、本日は大変お忙しい中、お集まりいただきありがとうございます。では、本日の内容ですけれども、情報デザインは情報1から新しく加わった学習項目です。新しい内容ということで、具体的に授業でどのように指導すればよいか、また時間も限られておりますので、その中で実習をどのように行えばよいかなど、悩んでおられる先生方も多くいらっしゃるかと思います。本日はこうした疑問の少しでも参考になればと、現在こちらにお示ししています3つのポイントに分けて、情報デザインとは何か、また授業でどのように扱えばよいかなどについてお話しさせていただきます。まず、情報デザインをのことですね。情報をデザインすることの意義についてです。そもそもなぜ情報デザインを学ぶ必要があるのでしょうか。デザインという言葉から受ける印象によって、デザイナーを目指していないのに、すべての生徒がなぜ学ぶ必要があるのかであったり、また、芸術ですね、アートと何が違うのかといった疑問を持たれるかもしれません。また、情報デザインで学んだ知識が将来何に役立つのかという具体的なイメージが持てず、モチベーションが上がらない生徒もおられるかもしれません。情報デザインの主な目標というのは、コミュニケーションを明確にすることです。学習指導要領解説では、情報デザインを効果的なコミュニケーションや問題解決のために、情報を整理したり、目的や意図を持った情報を受け手に対して分かりやすく伝達したり、操作性を高めたりするためのデザインの基礎知識や表現方法及びその技術と定義しています。つまり、情報デザインとは、コミュニケーションを明確にするためのデザインの基礎知識、表現方法、技術と言えます。情報技術の発展に伴い、様々なメディアが登場してきました。それぞれの分野において、いかにユーザーとコミュニケーションを効果的に行うかについての研究や、また企業などで取り組みが行われており、そこで培われた経験や知識をもとに、情報デザインの技法や Tips、ガイドラインなどが提案、策定されています。情報デザインの学習項目では、こうした情報デザインの知識、技能を理解するとともに、自らも効果的なコミュニケーションを行うために、学んだ考え方や技法を適用していくための力を養うことが求められています。コミュニケーションごとに情報デザインが活用されている場面というのを少しご紹介したいと思います。例えば、社会を支える情報デザインとしては、日々利用する様々な情報システムやサービス、ウェブサイトでも活用されていますし、街中や学校の中でもよく目にするピクトグラムも情報デザインの事例といえます。学習指導要領解説では、こちらのキーワードと書かれているところに示しているような、情報デザインの技法、考え方というのが、取り上げられています。例えば、情報の抽象化、情報の可視化、情報の構造化、そして、情報デザインの工夫ということで、ユニバーサルデザインやユーザビリティ、アクセシビリティ、シグニファイアなどのキーワードが実際に解説の中でも取り上げられていました。で、こうした実際に世の中で使われているシステムなどサービスというのは、すごくよくデザインされたもので、ユーザー、対象とするユーザーに、どのように効果的にコミュニケーションを取るかというところを、試行錯誤された上での、出来上がったものになりますので、普段そういった、日常生活で使うようなアプリであったり、情報システムというのは、違和感なく使えているので、こういったここで取り上げられているような、その情報デザインの考え方というのが、具体的にどうやって取り入れられているかというのは、あまり意識しないと思います。逆に、すごく悪いユーザーインターフェースとかに出会ったときに、初めて、情報デザインって重要だったんだとか、ああやって表示されるのは、このためだったんだといったことに気づくということが多いと思います。また、生徒たちは日々さまざまなスマホとかでアプリを使っていると思いますけれども、アプリの開発の一番上のですね、フェーズというのは、ユーザーニーズをまず特定して、
ではそれをどうやってシステムに落とし込むかということで要件を定義して、まあ、画面やユーザーインターフェースなどを設計をした上で、じゃあそれをどうやってシステムで構築していくかということで、まあ、ネットワークだったりデータベースだったりプログラミングだったりといったようなまあ、この情報デザイン以外の学習項目で学ぶような、まあ、知識をこう寄せ集めてですね、集結させて、まあ、一つのサービスが出来上がるわけです。で、情報デザインの学習項目で学ぶ内容というのは、まさにそのユーザー中心設計の考え方、また情報デザインのさまざまな手法というのは、この一番初めの、まあ、どう設計するかというところに必要になってくるものとなります。なので、まあ、情報デザインというと何か情報1の中でちょっと浮いてる他の学習項目と比べると、まあ、あんまり情報っぽくないなとかというような印象を受けられる先生や生徒の皆さんいるかもしれないんですけれども、実はその一番初めの最も重要なところで使われているってものっていうのが情報デザインになります。なので、まあ、単に取り上げられているこういった用語を機械的に覚えたとしてもあんまり意味がなくてですね、実際その素晴らしいみんなが便利だなと思って使っている情報システムで、まあ、この考え方がじゃあどうやって使われているかというのを、まあ、意識的に普段いいデザインは意識せずとも使えてしまうので意識しないんですけれども、このまあ情報デザインのところでは意識してですね、こういうデザインが、まあ、実際のシステムでどう使われているかというところに、まあ、着目して学び、まあ、理解を深めていくことというのが重要かと思います。で、さらに情報デザインを活用する生徒にとっての身近な例としては、まあまあ、レポートとかポスター発表とかプレゼンテーションといった場面があるかと思います。例えば、まあ、同じ発表内容でも、レポートの形式、ポスター形式、プレゼン形式といったように、表現するメディアが異なると、それぞれのメディアに応じた情報デザインの手法を適用する必要があります。また、プレゼンテーションでも、オンラインと対面でも適切なフォントのサイズが異なっていたりということで、同じ形式でも、どういった、通信手段とかですね、コミュニケーション手段を使うかっていうところでも、使うべき情報デザインというところの手法というのが異なってきます。そのため、まあ、情報デザインのこういう標準的な方法というのを学んだ上で、それに沿って情報をデザインすることで、よりよく効果的に対象となるユーザーに情報を伝えることができます。生徒の皆さんは高校や大学、会社などで、まあ、今後さまざまな場面で自分の考えをまとめて他者に伝える機会というのが増えてくると思います。その際、まあ、同じ内容でも、情報デザインの仕方によってですね、全く相手のその伝わり方というのが変わってきますので、まあ、この情報デザインの場面、学習項目で学んだ考え方を応用して、効果的なコミュニケーションを行う力を養っていくということが非常に重要です。このように様々なコミュニケーションが存在するんですけれども、効果的なコミュニケーションを実現させるためには、この情報デザインの考え方、方法というのが大事になってきます。前のスライドでご紹介しましたように、レポートやプレゼンというのは、まあ、生徒にとって身近な場面で、まあ、すぐにでも活用できるものかと思うので、まあ、イメージしやすいかなと思うんですけれども、まあ、それ以外でも情報システムや、まあ、ピクトグラムとか、あまり普段、あまりにも身近でこう意識しないというものもあるかとは思うんですけれども、その裏側でどういうふうに情報デザインの考え方が使われているかというのは理解するということは重要です。例えば、まあ、将来ですね、まあ、開発者とかにならないとしても、利用者側の立場であっても、今や誰もが情報の受け手、送り手になる時代です。利用者側の立場であっても、どのような考え方が使われているかということを理解するということは、まあ、例えばコンテンツをまあ依頼する立場であったとしても、そういった考え方を理解した上で依頼するということも重要ですし、社会の仕組みを理解するという上でも学び、その情報デザインの考え方を仕組みを理解するということは重要かと思います。情報デザインの授業では、こうなんとなくですね、コンテンツを制作するという印象しか与えない、そういった印象しかちょっと持ちづらいという場合もあるかもしれないんですけれども、単にコンテンツを制作するということではなく、制作を通して今言ったようなその情報デザインの考え方を体験を通して学ぶということが重要となりますので、
情報デザインをなぜ情報一で学ぶかというところは、そういった、実習プロセスを通して情報デザインの考え方を理解するということが、情報デザインすることの意義を理解するために重要ということで、はい、理解していただければと思います。で、先ほど少しご紹介しましたように、既存のプロダクトというのはユーザー視点に立ち、デザインがよく練られていますので、情報デザインの手法がどういうふうに使われているか、工夫、配慮がされているかなどは、普段意識してみることは少ないです。でなので、教科書とかにもですね、情報デザインの手法が分かりやすく簡潔に紹介されているんですけれども、いざ、それを自分の制作ですね、自分のプロダクトにこう生かそうとしたときには実際出来上がったものを他の人に見てもらうとこう思わぬ反応が返ってきたり思ったように使ってもらえなかったりということが多々あります。情報デザインはそのような部分がありますので、実際に教科書を読むだけではなくってその実習を通して自分の手を動かすことでまたその動かした後人に使ってもらう、クラスメイトに使ってもらったりする中で、フィードバックをもらうことで、この考え方というのを、習得していくことができます。そこで、次、この、ステップ2の、ところでは、デザインする際の、その一連の進め方というところを、ちょっと具体的に、ご紹介したいと思います。なかなか、実習というと、ハードルを、が高く感じる先生方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今回ご紹介するそのデザイン思考というものがあるんですけれども、そのステップに従って実施をしていただくことで、実際情報デザイン の一連のプロセスを体験することができますので、ぜひ今日ご紹介する内容を参考に取り組んでいただければと思います。で本日そのご紹介するというのがデザイン思考という一つの考え方 の思考法なんですけれども、こちらは近日中に公開される予定の情報デザインの授業解説動画の方ですごく分かりやすくですね、先生方がまとめてくださっていますので、ぜひ今日の講演だけではなく、この後日紹介される解説動画も参照しながら、実際の授業で先生方に取り組んでいただければと思います。ではデザイン思考なんですけれども、デザイン思考とはデザイナーがですね、デザインを行うプロセスで使用する思考法の一つです。このデザイン思考というのは、何度も先ほども言いました通り、その情報デザインというのはそのユーザー視点でですね、考える、コミュニケーションを明確にすることというのが目的ですので、この人間中心のアプローチというのが非常に重要となってきます。でこのデザイン思考というのはその問題解決のための思考法でして、問題解決のためのプロセスです。今回情報デザインの学習会ということで、ここでこれから取り上げるテーマに関しまして、システムに関するテーマを取り上げるんですけれども、実際にシステムだけではなく、このデザイン思考をさまざまな問題解決のために活用するということで、よく知られているものとなります。で例えば、問題ですね、ここに書いてあるような、開発したアプリの利用人数が伸び悩んでるな、どうしようといった問題があった際に、このデザイン思考による問題解決のこのプロセスを回しながら、アプリの改善を行ったりといったことをします。では、ちょっとこちらに書いてあるシステムを例に、この5つのプロセスが具体的にどのようなものかというのをご紹介したいと思います。まず、第一フェーズは共感です。こちらは、まずユーザー中心設計ということで、まずユーザーのニーズを理解するということのフェーズとなります。例えば、対象者のユーザーはどのようなユーザーか、またユーザーがどのような状況で、その、例えばシステムであればシステムを利用するのかといったことを知るフェーズです。でここの、まずユーザーを知る、ユーザーニーズを知るための手法として、実際にユーザーを観察することや、インタビューを行ったりすること、また、コンテキスト調査法といって、実際にユーザーがそのシステムを使っているときに、横で見ながらどのように使っているかというのを見たりですね。あと、本日、この動画ではちょっと扱わないんですけれども、共感マップといったものを使って、そのユーザーのニーズを特定するということが、手法としてよく使われています。でこちらの共感マップにつきましては、後日その公開される解説動画の方で分かりやすくまとめてくださっていますので、ぜひ参照していただければと思います。
で、この共感マップに関しては、ユーザーがどういうふうに感じているかといったところをこう網羅的に深くですね、知ることができるような手法になりますので、ユーザーニーズを理解するこちらのフェーズの初期によく利用されるものとなっています。で、このようにまずデザイン思考というのはユーザー視点、ユーザー中心設計ということで、ユーザーのニーズを理解した上で次の定義のフェーズに移ります。次の定義のフェーズですけれども、ユーザーの課題を定義するということで、ここで調査して分かったですね、情報を整理して、ユーザーの課題というのを定義していきます。で、ここでよく使われるのが、ペルソナという手法や、シナリオ法という手法になります。で、ユーザー調査で得た情報というのは、もういろんな情報が集まりますので、情報が発散するので、ここの定義の段階で、その集まった情報を収束させるということで、ユーザーの課題を定義していきます。で、その際にユーザーと大体ですね、申し訳ありません、授業ではなかなかグループでたくさんインタビューそれぞれでしていくというところは難しいかもしれないんですけれども、こういったプロセス回すときには、だいたいチームで一人でやるというよりかは、みんなで試行錯誤しながら行っていきますので、集まって得たインタビューをちゃんとチーム間でですね、ちゃんと一つにまとめるということで、ユーザーを定義するために、この一つのペルソナというのをここで指定していくという作業が発生します。で、ペルソナで、だいたいユーザーっていうのはこんな方でこんなニーズがあるっていうのが分かりますと、そのユーザーがじゃあどうやって、その今回システムの開発の例ですとシステムを使うのかというところを、具体的にシナリオに起こすことで、どういったところで課題があって問題が発生していたのかということが明確になっていきます。このようにユーザーの課題というのを、ペルソナ法やシナリオ法でこう確定させた後にですね、発想というところで、じゃあその問題というのをどのように解決していくのかということで、アイデアを創出するフェーズに入っていきます。で、ここでは、ここでですね、情報がこうたくさん集まって定義で収束した後に、発想のこの段階ではたくさんアイデアをみんなで出していくということで、ここでよく使われている手法というのは、ブレインストーミングになります。で、ブレインストーミング、先生方もよくご存知の通りですね、他者の意見を批判しないとか、質より量でたくさんアイデアを出そうと、遠慮せずに発言をしようということや、また誰かが言ったアイデアを、さらに改善したりして、相乗りしてですね、どんどん良くしていくというのは大歓迎ということで、いっぱいアイデアを出していきます。で、このようにたくさんですね、一人じゃ出ないアイデアをみんなでこういっぱいアイデアを出した後、今度はプロトタイプにつなげていくためにアイデアを整理していきます。で、その時によく使われる手法というのが KJ 法です。出たアイデアを、アイデアごとにこう分類をしていきまして、どういったプロトタイプ、システム開発でいうとどういう要件にしていくかというのを固めた上で、次にじゃあ実際に試作をしてみようということで、試作のフェーズに移ります。で、このプロトタイプというのは、プロトタイプというちょっと言葉の印象から中間成果物のような立派なものをちょっとイメージされる先生も多いかもしれないんですけれども、実はプロトタイプというのは中間成果物ではなく、その試行錯誤するためのテスト材料になります。すごく練って練っていいものができて、実際最後試して全然ユーザーのニーズと違っていたとなると、また一からやるというのはすごくコストがかかりますので、初めに失敗するのは早めにということで、初めはラフのスケッチでもいいので、ラフで作ってもらって、実際次のフェーズ、後で詳細にご説明しますけれども、検証して、フィードバックをもらって良いものを作るということで、これは一回きり立派なものを作るというよりかは、ここをですね、何回もこう回転させていくようなイメージです。で、この回転させていく中で、どんどん開発のスケジュールというのがですね、進んでいく中で、このプロトタイプの忠実性、実際出来上がるシステムにどれだけ忠実かどうかというレベルは異なってきますので、アイデアの段階ではスケッチでも全然良いということで、実際授業でもですね、1回ここでプロトタイプ作って終わりではなくって、生徒の皆さんにアイデアをスケッチしている段階で1回ちょっと見せて、
お互いにフィードバックを与えて改善させるというようなフェーズをですね、こう何回かこう回すというのをやっていただくのがいいのではないかなと思います。でまた、しっかりできた成果物ですね、ラフほどではないですけれども、ラフのフィードバックをもとに作る際には、もう少しペーパープロトタイプからパワーポイントを使ったりとか、他のアプリケーションを使ってしっかりしたものを作るかと思うんですけれども、その時も授業の中では実習時間も限られていますので、全部しっかり作るというのは厳しい場面もあるかと思います。でその際に垂直型、水平型プロトタイプという手法も用意されていますので、これはちょっと後でもう少し詳しく解説させていただきます。で最後ですね、少しもうお話ししましたけれども、プロトタイプを継承し改善する検証というフェーズに入ります。でここは非常に重要で、ユーザー、ここで対象としていたユーザーに実際に試してもらい、フィードバックをもとにプロトタイプを改善したり、場合によってはそもそもちょっと定義間違ってたんじゃないかっていうこともありますので、ここでのフィードバックを受けて、必要なプロセスに戻ってこちらを回していくということが重要となります。早い段階からこのユーザーの先ほども言いました通りそのラフの段階からフィードバックをもらったりすることでUX ですね、ユーザーエクスペリエンスを改善することができるというのがすでに研究などでも言われています。で実際情報デザインの授業でもこのデザイン思考を回していただくことで情報デザインの考え方、重要な考え方であったり、その情報デザインの、先ほど何度も繰り返しになりますが、情報デザインの目的がそのコミュニケーションを明確にすることであり、ユーザー視点で、そのユーザー中心設計というところが非常に重要ですので、その考え方を、そのデザイン思考のこのプロセスというのを学ぶことができますので、ぜひ授業でも、こちらは限られた授業の時間にはなるんですけれども、実践していただきたいと思っています。で実際、じゃあ、どういうふうに、授業時間といっても非常に限られていますので、どのように扱えばよいのかなというところで、少し、例をご紹介したいと思います。で、まず、情報デザインでですね、デザイン思考のこのプロセスを体験するためには、まず、問題を設定していただく必要があります。で、これはちょっと問題設定から、一からやると、すごく時間かかってしまいますので、できれば、先生の方で何か、最適な問題設定をしていただいたり、あるいは、問題解決の、他の学習項目があるかと思いますので、そちらの方で、問題を発見するっていうところをやっていただいて、そこと連携させることで、それをじゃあ改善するというテーマで、情報デザインにつなげていただくっていうことも、できるかなと考えています。ここでは、例として、例えば、所属している部活の、入部人数が伸びやな悩んでいるとかですね。あと、学内向けの、情報サイトに立ち上げたのに利用者が増えないとか。あと、いろんな世界的な調査とかをもとに、若者運動不足が課題になっているみたいだと。じゃあ、これどうやって、解決したらいいかなということで、何かシステムを考えてみようとかですね。こういった、生徒の皆さんが、身近で、かつ、どうしてもユーザー、先ほども言いました通り、共感のところでは、実際に対象者を観察したり、調査をしたり、する必要がありますので、できるだけ生徒の皆さんが、想像できやすいですね、身近な例にしていただくのがいいかなと思います。で、この問題設定をしていただいた上で、先ほどご紹介しました、この5つの、プロセスに従って課題解決に取り組んでいただきます。では、実際にですね、ここにちょっと紹介しています、学内向け情報サイトを立ち上げた、例えば生徒会とかですね、で、なんか考えて立ち上げたのに、ちょっと利用者が全然アクセス数が増えないというような問題を設定した場合を例に、ちょっとプロセスを見ていきたいと思います。で、まず、はじめにですね、こういった一番授業でもいいかなと思うのは、もし学内とかに実際システムとかがあって、例になるのであれば、学内情報サイトにする必要はないんですけれども、何らか身近なシステムがあった場合は、それを題材にしていただいて、ない場合は先生方の方で、すごく情報デザインが考えられていない、ちょっと HTML だけのベタ打ちのあまり良くない事例というのを一つ作っていただいて、それをちょっと制度を皆さんに試しに使っていただいて、バッと、
エグザンポーですね、悪い例を試していただいた後にこれをやるというのも一つ案かなと思っています。で実際、まあ、悪い例をちょっと体験していただいた後に、まあ、グループワークであればグループペアワークなりペアになってですね、利用者側と、まあ、開発者側に分かれてニーズを聞いてみると、実際悪いものを使っていただいたときにこれをしたいのにこれができないとかですね、いろんなものをちょっと体験して調査をするというところを体験していただきます。でそうすると、まあ、いろんな問題点が出てきます。先生の方でもし仕組めたらですね、こういった、まあ定義を挙げておいて、まあ、それがちゃんとなってないウェブサイトの例とか作っていただいて、まあ、試すといいかなと思うんですけれども、例えば情報が羅列されていて必要な情報にすぐアクセスできないとかですね、スマホでよく自分は見るのに全然メディアを考慮したデザインになってないとか、いろんな問題があるかと思うんですけども、いっぱい、まあ、網羅してしまうと授業で扱いきれなくなりますので、まあ、何個かこうトピックを選んでですね、こう定義できるような課題設定をしてあげるといいかなと思います。で、まあ、ユーザーの問題定義ができた段階でグループなどでですね、アイデアを、まあ、これを改善するにはどうしたらいいかというような試行錯誤でアイデアを出していただいて、アイデアの中でですね、まあ、いっぱい出た場合はこうみんなで分けてしていただいたり、まあ、何個か定義されていましたら一人でも十分できるような内容に収まるかと思いますので、要件を定義します。でその上で試作ということでプロトタイプ制作に移ります。でさまざまな、まあ、プロトタイピングツールも出ていますし、ない場合はパワーポイント使うとかでも何でもいいですので、まあ、ここのプロトタイプ制作というのは先生方や環境とかに応じてですね、時間使える時間数とかに応じてプロトタイプの使うツールとかというのは決めていただければと思います。でただここでちょっとポイントとなるのが先ほども言いました通り改善のプロセスというのが非常に重要になってきますので、いきなりちょっとプロトタイプを制作させるのではなく、まあ、ラフを作って、ラフのそのペーパープロトタイピングの段階で一度グループで検証させて、改善をするといったフェーズを回していただくのがいいんじゃないかなと思います。でそれはもう全然パソコンを開いたりする必要はありませんし、紙と鉛筆さえあればできますので、そういったプロトタイプを何パターンかその忠実性のレベルに従って作って検証するというここを回していただくといいかと思います。で最後ペーパープロトタイピングだけではなくてですね、まあ、例えばパワーポイントだったりプロトタイピングツールあるいはウェブで HTML でコーディングさせている授業とかもあると思いますので、まあ、できた成果物をみんなで、まあ、検証するということでギャラリーを取り入れたりといったようなさまざまな評価方法が考えられるかと思います。で今少しご紹介しました通り実習の工夫としてはプロトタイプのですね、制作方法を、まあ、いくつかちょっとありますので、まずはいきなり完成形を目指すのではなく、その紙とかでですね、ラフで作ったものを作っていただいて研修するというようなところをこう選んでいただければいいかなと思います。で先生方の中で結構そのコンテンツを作成するとああいうところでしっかりしたものを作らないとということでちょっと不安に思われる先生方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、プレゼンテーションのツール、そのパワーポイントを使ってプロトタイプを使うということもありだと思いますし、グラフィカルソフトを先生方の方で導入されているのを使っていただいてもいいですし、もしプロトタイピングツールいろいろサービスあるかと思いますので、そういったものを入れられている先生方に関してはそちらを使っていただくというのも良いかと思います。ここは先生方の環境に応じて選んでいただければと思うんですけれども、まあ、ポイントとしては紙ベースでもいいのでまず作っていただいて、それをチェック研修のところですね、ここで見てもらって改善するという、ここをちょっと回転させるというところを意識して実施をしていただくのがいいのではないかなと思います。で、さらに、まあ、紙だけではなく上のもう少し忠実性を上げたものを実習でやる際にもですね、全部の機能をしようと思うと大変ですし、
まだ生徒の皆さんもこれからプログラミングとか、学んでいく段階ですので、HTML をプログラミングの導入としていいかなとは思うんですけれども、CSS とかも駆使してすごいものを作るとなると、ちょっと時間がかかってしまうかと思いますので、例えばここに書いてあるような、その垂直型プロトタイピングとかですね、水平型プロトタイピングといった手法を使って、ここの部分だけちょっとじゃあ作ってみようかということで、忠実度をこう下げながらですね、作っていただくと、割と短い時間でも良いものができるかと思いますので、こういった工夫をしていただくのがいいかなと思います。で、例えば垂直型プロトタイピングというのは、特定の機能について詳細に制作するものになります。例えば何かその学校紹介ウェブサイトとかですると、コンテンツいろいろあると思うんですけども、1つの、ページに絞って作るとかですね。あと、水平型プロトタイピングというのは逆パターンで、機能は深掘りしないんですけれども、一応全体が網羅できるように、上のページだけ作るといったものもあります。こういったものを全部完璧にしようと思うと大変ですので、機能を絞って、その情報デザインのプロセスとか、あとこの後ちょっとご紹介します考え方を、生徒が実際体験しながら学べるように、学べるというのがそのコンテンツ制作のですね、目的になりますので、制作自体がものすごく完璧というよりかは、そういったプロセスであ、思考、デザイン思考のこのプロセス、そしてその実習の中で学んでもらいたいと思っているその情報デザインの考え方が学べるように、その制作物の最終形というのも工夫していただくというのがいいのではないかなと思います。ということで、情報授業の中でですね、デザイン思考を使って、ここの一連の5つのプロセスを学んでいただく。そして、重要なのは、この制作して、実際使ってもらって、フィードバックをしてもらい、改善するというところ。このところを、体験できるように、ぜひ先生方には、情報デザインで実習するとなると、ちょっと、大変だなという印象を、持ってしまうかと思うんですけれども、やっぱり試してみないとわからないというところが、たくさん情報デザインの分野ではありますので、少しでもいいですので、こういったところを授業に取り入れていただけるといいなと感じております。では、最後にですね、今ご紹介したその、授業の、情報デザインのコンテンツ実習自体は、今ご紹介したデザイン思考のプロセスを体験していただくというのがいいかとは思うんですけれども、その一連のデザイン思考の中で、どうやって情報デザインのさまざまな考え方をこう各生徒の皆さんに体験していただくかというところで、最後に指導のポイントというところをお話しさせていただきたいと思います。学習指導要領解説にもですね、全体にわたる学習活動というところに、このコンテンツ制作の、一連の過程をですね、このデザイン、情報デザインの考え方、方法に基づいて取り組むことということが示されています。で、情報デザインの目的は、今、何度も繰り返し申していますように、コミュニケーションを明確にすることです。ユーザー中心のアプローチということで、社会を支える様々なシステムというのは、こういった思考のもとですね、作られているんですけれども、やはり、すごく配慮がされていて素晴らしいので、あんまり、じゃ教科書に載っている情報デザインがどういうふうに、使われているかとか、あと、いざ自分の、コンテンツ制作に生かそうとしたときにどう、生かしたらいいかというのは、なかなかですね、読んで理解するのと、実際自分の例に置き換えていく、もう、置き換えるというところは、やはり差がありますので、なかなか難しいところではあります。やっぱりその一連のプロセスを自分で体験していただくことで、そういったところというのは、クリアになっていってですね、力をつけていくことができますので、こういったその一連のプロセスを体験しながら、その中で情報デザインの考え方というのを学んでいただくことになります。で、先ほどご紹介したウェブ制作を例にした活動では、その教科書に載っているような基礎知識の習得というのは、授業の、対面授業の中であったり、
ここにやはり力を入れていただきたいので、時間が足りない場合にはそのオンラインで反転学習的にですね、していただいて、ここで基本的に学んだものをこの実習の中で実際応用していくということをしていただくことになります。で、実際情報デザインの学習内容の中で扱うこととして、冒頭でもご紹介した情報を抽象化すること、可視化すること、構造化することなどが取り上げられています。情報デザインが人や社会に果たしている役割を理解することということで、学習のトピックとしては今述べたこの3種類が あるんですけれども、例えば先ほど例で挙げましたそのウェブサイト その制作実習であれば、ウェブサイトの階層構造とかですね、ハイパーリンクとかというところを体験的に学ぶことができます。で、実際じゃあですね、この情報の構造化っていうところなんですけれども、このヒックの法則という心理学者 の方がですね、定式化した法則があるんですけれども、人はより多くの選択肢が与えられるほど決断するのに時間がかかるという問題ですね、があります。で、多くの選択肢を与えられるほど、そのユーザーの認知負荷というのが高くなってしまいますので、その認知負荷を下げるためには選択肢を最小限に減らす必要があります。ウェブアプリケーションとかウェブページとかでも、ね、ですね、この法則に書かれているように、ユーザーの認知負荷を減らすために情報を構造化して、そのページですることは選択、ユーザーに選択させることは最小限にするといった工夫がされています。例えばウェブページでも必要な、これは当たり前のことですけれども、コンテンツごとにウェブのそのページがですね、分かれていたりするかとは思うんですけれども、実際に生徒の皆さんにそういったその情報ウェブ作成演習、ウェブページの作成演習ではその情報を構造化するところからちょっと体験をしていただいたりですね、ハイパーリンクをこう使って情報をつないでいただいたりという体験をしていただくというのが重要かなと思います。で、その際にはウェブデザインの、実際コーディングというところも重要ではあるんですけれども、その前の情報をどうやって構造化するかっていうところをこう試行錯誤するというところが情報デザインの考え方をこう体験するには重要となりますので、例えばカードソートを使ってですね、コンテンツをどうやってそのウェブページの中、各ウェブページの中にどうコンテンツをまとめていくかといったことを整理していただいたりといった実習というのを取り入れていただくのがいいのではないかなと思います。で、その他学習トピックとしてはユニバーサルデザイン、ユーザビリティ、アクセシビリティ、シグニファイアなどが挙げられているんですけれども、ウェブデザインであればアクセシビリティのところも非常に重要に関わってくるところ、重要な内容となってきます。アクセシビリティ の解説に関しまして、先生方もう十分ご存知ですので、あまり詳細は説明しませんけれども、いろんな方がですね、誰もがこう製品やサービスを利用できるために考えられているものになりまして、ウェブの分野ではこのウェブアクセシビリティのガイドラインというものが策定されています。ここに挙げているもの、代表的なものとして W3C が出しているものがあるんですけれども、アクセシビリティガイドラインとしてこちらに挙げている、知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢性といったものが4つのですね、原則を中心にさまざまなガイドラインが作られています。で、具体的には例えばウェブアクセシビリティの例として、画像などすべての非テキストコンテンツがテキストでも利用可能であるようにすることということで、例えば読み上げソフトとかにですね、ウェブページをこう読み上げさせたときに、ちゃんとその画像もの意味もですね、ちゃんと読み上げてこう伝えることができるように、このオルト属性のところに、画像の代わりにその画像を指し示すですね、テキストというのを示しておくことといったような例が出挙げられています。で、その他色やその色のみがですね、情報を伝える動作を示す、反応を促す、または視覚的な要素を判別するための唯一の視覚手段になってはならないといったものも規定されています。例えばこれは氏名と E メールが
必須で入力してくださいという項目を表しているんですけれども、これですとあの色だけで示していますので、まあ、色がですね、あまり見えづらいという場合には見分けがつきません。なので、こういうふうに色だけではなく、ちゃんとテキストでも必須項目であるということが分かるように示すといったデザインにする必要があります。でこういったことというのは、実はもうウェブデザイン、ウェブアプリケーションは生徒の皆さんが使う中で、まあ、普通に取り入れられていることですので、あまり意識をするということがないかもしれないんですけれども、まあ、実際自分がウェブデザインをする中で普段使っているのはどういうような配慮がされているかということに気づきますので、体験的に学ぶということは非常に重要です。で今日はですね、情報デザインの例ということで、ウェブページの制作やシステムの構築のお話などを取り上げたんですけれども、冒頭でご紹介しました通り、情報デザインの中では例えば文章であったり、レポートで、文章を使ったそのレポート制作とかですね、プレゼンテーションのそのパワーポイント、スライドの話とかですね、幅広いコミュニケーションを扱っている内容です。で、こういった例えば文書作成とかプレゼンテーションというのは情報デザインのその学習項目だけではなくてですね、他の学習項目でもそれらを活用する機会というのはたくさんあります。なので情報デザインはもうこの情報デザインの、学習の時間しか使わないというよりかは他のところでも使える際にはここの情報デザインの考え方をどんどん活用していくというような部分も重要かと思います。例えば、もう、よく使う、取り上げられているですけれども、プレゼンテーションでの、まあ、情報デザインであれば、書体とフォントをですね、どちらが見やすいでしょうかということで、まあ、ゴシック体の方が見やすいですよとかですね、あと、まあ、サイズと太さということで、情報のその、この枠組みに従ってですね、強調する点とかですね、太さとか大きさを変えた方が見やすいですよとか、あと、行とか文字のその段落をですね、工夫するとか、まあ、いろいろもうすぐにでも取り入れられるような情報デザインの、考え方というのはあると思います。ですので、まあ、なかなかウェブデザインとかですね、パンフレット作るとかっていうのは、情報デザインの授業の中で、扱った方が扱いやすい内容かもしれないんですけれども、今言ったようなレポートだったりプレゼンとか、あとポスター発表のポスター作るとかっていうのは必ずしもこの情報デザインの授業の中でしかやってはいけないということはありませんので、さまざまなところで扱うたびにこの情報デザインの学習のところでに戻ってですね、どういうふうにデザインしたらよいかというのを指導いただけると、より生徒の皆さんのこの体験する機会が増えて、一連のプロセスを、まあ、体験しながら学習することができるので、良いのではないかなと考えております。本日、の、まとめとなりますが、情報デザインは繰り返しになりますけれども、まあ、アートというよりかは、その目的は効果的なコミュニケーションのために必要な考え方になります。で、様々なその情報デザインの、考え方とか、技術とかというのは、まあ、感覚的なものとかではなくてですね、いろんなその知見の積み重ねの中、いろんなガイドラインであったりというものがまとめられていますので、授業の中ではそういった考え方や、ガイドラインや様々なその知見、情報デザインの知見というものを、まあ、実際に体験しながら学んでいただくというのが重要になっていきます。で、情報デザインはテキストとか教科書を読むと、なるほどで終わってしまうんですけれども、実際自分に応用してみるとなると、やっぱりうまく伝わらないとかというところに陥って、じゃあどうやったらいいんだろうというですね、改善しながらこうどんどん力を養っていくという良い循環につながっていきますので、ぜひ授業で短い時間だけでもいいですので、生徒の皆さんに手を動かしてもらう、そして評価をしてもらうという時間をぜひ確保して、先生にチャレンジしていただけたら嬉しいなと思っております。で、また最後に触れました通り、他の学習項目でも情報デザインの手法を活かせる場面というのはたくさんありますので、この、まあ、授業の
何コマ、限られたコマで終わりではなくてですね、出てくる応用を活かせる場面ではまた情報デザインのところに戻って、その考え方をこう活用していただくというふうにご指導いただけるといいのではないかなと思います。はい、情報デザイン、新しくできた学習単元なんですけれども、実は一番最もですね、情報システムを作るにしても、なんかパンフレットを作るにしても、一番ユーザーと、近い部分で設計する上での、まあ、一番初めの地図のような大事なところになりますので、ぜひ先生方には新しいすごく実習時間捻出とかですね、大変なところは多いかとは思うんですけれども、重要な単元ですので、ぜひ来年度から情報デザインのところですね、少し実習を取り入れてみたりというところで、先生方にチャレンジしていただけると大変嬉しいです。すごく面白い学習項目ですので、先生自身も楽しみながら取り組んでいただけるといいのではないかなと思います。はい、では長くなったんですけれども、本日の講演の方はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。白井先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。たくさん質問が来ているので、早速質問させていただきたいと思います。今日ですね、情報デザインについて、こういろいろな身近なところでこういう実習ができますよということをご提案いただきまして、こう本当に身近な題材でできるんだなということが分かったわけなんですけれども、こういろいろこう扱うものが多岐にわたるので、例えばデザイン性であったり、先ほどの文章などを使ったレポートなどの制作物であったり、ウェブページなどを作るなどといった、こう指導内容がこうかなり多岐にわたるけれども、こう指導内容をどのように絞っていったらよいのか、それともあまり絞らない方がよいのか、でここは評価をどうするかということにも関わってくるかと思うんですけれども、進めるにあたってもどのようなところに着目してこう進めていったらよろしいでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。ご質問の、いただいた先生のおっしゃるとおり、すごく幅広くて、コミュニケーション、メディアによっても違いますし、相手によっても違うということで、多岐にわたるんですけれども、すべて、やはり、情報デザインの時間だけですべてやろうと思うと、やはり、難しいですし、生徒の皆さんもやっぱり混乱してしまったりということもあるかと思いますので、今言いましたとおり、レポートとか、ポスターとかであれば、他の、例えばデザインデータ活用のところの、まあ、成果を、可視化してみるとかですね、レポートにまとめてみるといったところでも、十分使えるかと思いますので、ぜひ、この情報デザインの単元だけで収めようと考えずに、他の学習項目、トピックのところとも、でも、情報デザインを絡めてこう進めていくというのが、いいのではないかなと思います。一方で、ウェブ、サイトの制作であったり、あと、今回、解説動画、大変わかりやすいものを、先生方に作りいただいてるんですけれども、その中で取り入れられているパンフレットの制作といったものは、やっぱりまとまってちょっと制作に時間が必要かと思いますので、そういったところは、まあ、情報デザインのその授業の、決められた枠の中で扱っていただくというのが、先生方がまあご指導いただくにもやりやすいのではないかなと思います。で、すみません、あと評価のところですね、評価のところが難しいというところは、先生方も大変悩まれるのではないかなと思うんですが、制作物を、まあ、何かこう芸術作品を採点する、評価するっていうのは無理ですので、そういったところで評価しようと思うと大変かと思うんですけれども、今、講演の中でも申しました通り、情報デザインというのは、そのコミュニケーションを明確にすることということと、あと、そのための、まあ、さまざまなガイドラインとかというところは、すでに教科書にも、まあ、紹介されていますけれども、決められたものというところがありますので、ぜひ、まあ、そこの観点がちゃんとその演習の中で活かせて、制作につなげられているかといったところや、またその1回ですごいもいいものができるというわけでは絶対ありませんので、そのフィードバックをもらってその回収するという、このプロセスを回すというところが重要ですので、先生方のまあ評価だけではなくて、その生徒の皆さん同士で評価をして、また改善するといったところのプロセスで、考え方を身につけていただくというところに、重きを置いて指導いただくのがいいのではないかなと思います。
ありがとうございます。年間のデザインも非常にこう事業のデザインそのものも大事になってくるなということを思ったわけですけれども、やはり先生方このプロセスを学ぶ体験してもらうとき、生徒が体験するにあたってどういった題材でやったらいいんだろうということを悩まれると思うんですけれども、例えばデザイン思考をたくさん回せる題材の方が良いでしょうかという質問が来ておりますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。はい、やはり限られた授業時間になりますので、その問題設定扱う題材というのは重要になってくるかと思います。で、先生も今おっしゃってくださったように、やはりデザイン思考を回して、特にそのフィードバックをさせて改善するというところは、ぜひ何回かは回していただきたいなと思いますので、そこの部分が、回しやすい、つまり問題設定のところで結構時間をかけてしまったり、そこも重要なんですけれども、そうすると最後の大事なところがちょっと回せなくなったりしてしまうことがあるかと思いますので、生徒の皆さんが、すぐイメージしやすいとかデータを収集しやすいテーマにしていただいたり、あと先生の方でもし悪いデザイン例っていうのが結構実は大事だったりしますので、悪いデザイン例とかをご用意いただけるのであれば、もうこの部分は先生の方でご用意していただいて、それを見てどう改善していくかというのは議論する、改善するっていうところに力を入れたりするというところでも工夫していただけるのではないかなと思います。そうします。今日ですね、例えばプロトタイプの制作方法などもいろいろなレベルがあって、実は学校でできるものでということを教えていただいたわけなんですけれども、例えばもちろんウェブサイトなどを実際構築することができれば良いわけですが、なかなかそうはいかない紙でという場合もあるかと思うんですけれども、紙で行った場合に、例えばスマホで見づらいというものを紙で解決したかっていうようなことを、どのように教員は判断したりしていったらよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。例えばですね、ちょっとそのスマホで見づらい状況になっているというところは、実際先生にちょっと何かご用意いただいて、スマホで見れるようにしたりとかっていうところがちょっと工夫が必要なので、なかなか事例として扱いづらいかもしれないんですけれども、例えばスマホのアプリを作ってみようというものであれば、十分ペーパープロトタイピングでも作成いただくというのはできるかと思います。例えば紙でも何ページか紙上でですね、画面設計を書いて、ここを押したら次この画面になるといったことで分けてデザインすることも可能ですので、それを紙から今度紙の段階でフィードバックをもらって改善して、今度はじゃあパワーポイントとかでですね、実際ウェブをHTML を組めなくてもパワーポイントで少し色をつけたりとかですね、しながらこうページを切り替えることで、こう画面を遷移させて確認するといったこともできますので、そういったところでHTML にまだいけなくても、その前の段階ということで体験的に試していただくということはできるのではないかなと考えています。ありがとうございます。白井先生にですね、最後もお話しいただいたんですけれども、やはりこう情報デザインっていうと、こうアートを、例えばセンスやこう感性を磨いたりする必要があるのか、先ほどアートではないんですよってお話をいただいたんですけれども、そのあたりはどのように考えたらよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、情報デザインはやはり先ほどもちょっと繰り返しにはなってしまうんですけれども、ユーザーにといかによくコミュニケーションを取れるかといった、その観点でどういうふうに情報デザインをするのかというところが重要となってきます。で、じゃあどうやって情報デザインの考え方というのを習得すればいいのかっていうところでは、やはりさまざまな身の回りにあるデザインを意識的に見ていただいて、どういうふうに情報デザイン活用されているかというのを見ていただくということと、あとやはり自分でちょっとやってみる、試してみるというところで体得していただくというのが重要かなと思っております。やはりあまり意識をしないとですね、利用者側ですと、それが当たり前で、ユーザーの満足度が満たされている状態が当たり前ということで、あまり意識がいかないことが多いですので、そういった
体験的なその実習を通して情報デザインの考え方や見方というのを見ていくと、実際普段使っているアプリではどういう工夫がされているかといったところにも 目が開けていくといいますか、そういった考え方というのが鍛えられていくと思いますので、センスやそうですね、感覚を磨くというよりかは、そういうデザインがどういうふうに使われているかとか、実証を通してどうやってじゃあ自分の制作物に生かしていくか、そしてフィードバックをもらいながら、ちゃんと自分の意図が伝わっているか、この作ったデザインがちゃんと生かされているかというのを試していただきながら、力をつけていただくというのがいいのではないかなと思います。ありがとうございます。とですね、扱う内容として情報デザインにネットワークです。ネットワークの構築やシステム設計なども入ってくるのではないかと思うけれども、あまりそういったことが例に上がらないけれども、どうしてなのかといいますか、やっぱりちょっと扱いにくいのか、情報デザインというところからであると、こうちょっと学習しにくかったりしますでしょうか？はい、ありがとうございます。確か情報デザインは実はいろんな学習項目とつながっていまして、ネットワークだ、プログラミングだ、システムだということで、すべての、一番上のフェーズ、ユーザーと接する上のフェーズになりますので、ご質問の通り、情報デザインに加えて、システム、じゃあそのデザインをどう設計していくのかというところで、他の学習項目の内容も重要になってくるかと思います。ただ、いきなりたくさんの量を生徒の皆さんに示してしまいますと、やはりよくわからなくなってしまいますので、次の単元ですね、プログラミングや情報システム、ネットワークの内容につなげるという意味でも、情報デザインの段階でその上のところでですね、ユーザーインターフェースの席はどうなっているかとかっていうのを体験していただいて、興味を持っていただいた上で、じゃあこのインターフェースはどう作られているのかということで、次につなげていただくといいのではないかなと思いますので、そうですね、たくさん示してしまうと混乱しますので、入り口として情報デザインをまず学んでいただくというのがいいのではないかなと思います。ありがとうございます。ますます年間の事業のデザインも大切になってくると思いました。白井先生、あと2つ質問させていただきたいんですけれども、この情報デザイン、年間でどのくらいの時間数を取って行ったらいいでしょうかということで、ちょっと時間数を答えにくいかもしれないんですけれども、いかがでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、先生方が悩まれるのはすごくよく分かります。なかなか決まったたっぷり取ろう時間が取れれば理想的な実習というのはできるかと思うんですけれども、先生方の中で完璧にしようというよりかは、この部分は軽くして評価のところはちょっと重きを置いてといったところで、メリハリをつけていただくのがいいのではないかなと思います。で、また情報デザインの基礎的な演習に入る前に、まず考え方をちょっと学んでいただいた上で応用していただく必要があるんですけれども、その考え方を学ぶところは、例えば反転授業で動画を見て学んでいただく、で、対面のところでしかできない演習に力を入れていただくといったメリハリをつけていただくと、時間数という点でも良いのではないかなと思います。それでは白石さんの最後の質問になりますが、今日教えていただいたようなことを、今度共通テストの対策というものも先生方大変気になられるところかと思いますが、共通テストに向けてはどのように対策を行っていったらよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。共通テストもいろいろ関心の高いところかと思います。先日公開されたサンプル問題でも情報の構造化のところが問題で取り上げられていたかと思うんですけれども、ああいったものは教科書に載っているので教科書を暗記しておけば良いかというと、そうではなくですね、やはりプロセスを実際体験してみて学んで体得しなければ理解できないというところかと思いますので、やはり教科書を丸暗記して情報デザインの考え方を学ぶというよりかは、演習を通じて、またその演習も情報デザインの学習項目だけではなくて、他の回でも機会があるごとにやっていただく、していただくというのが共通テストの対策にもつながるのではないかなと考えております。ありがとうございます。本当に教科書を学ぶだけでなく、コンテンツをただ作るだけでなく、プロセスを体験することっていうことが非常に大切なんだなということが分かりました。白井先生、今日はとてもありがとうございました。ありがとうございました。